日本の EV 化は世界的に遅れている、バカにするような発言をしていた海外メディア。しかし日本のある EV 車の発売で驚きの展開に。世界中でどんどん進んでいく車の EV 化。日本は充電施設などのインフラ問題や車両の価格が高額になることなどから、極端な EV 化にシフトチェンジすることは危険だとして慎重な動きを見せていました。環境保全などの目線から見ても、あまり EV 化が進んでいない日本の自動車メーカーは世界から時代遅れ、日本は終わったと少々バカにされるようになっていったのです。アメリカの大手メディアは2023年初めに日本の EV 化が進んでいないことを記事で批判していました。それだけでなく、日本は今後 EV 化を進めたとしても他国に追いつくことはできないだろうとまで言い放ったのです。しかし最近になって、その批判が間違ったものだったということに気づき始めたようで、日本の EV 車を称賛するような記事が掲載されました。日本の車産業は世界トップレベルです。 EV 化に関して何も考えていないわけではありませんでした。満を持して発表した日本のとある EV 車が世界から称賛を浴び始めます。すると批判していた大手メディアは嘘のように手のひら返しを見せたのです。一体日本はどのような EV 車を発表したのでしょうか。世界が称賛する日本の EV 化の進め方を詳しくご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。現在世界的に車の EV 化が進んでいます。まずはじめに2022年時点の世界での EV 車の普及率を見てみましょう。アメリカが約 2.9% で、ヨーロッパが約 9.1%、 中国が約 11% で、日本は約 0.9% となっています。日本ではあまり普及していないことがわかりますね。このような状況を受けて、アメリカの大手メディアブルームバーグは2023年の初めに、日本の自動車メーカーはいかに EV シフトを誤ったのかと題した記事を配信。記事の内容は、日本車は何十年もの間世界中で愛され、早くから環境対策に取り組んでいたが、世界的に EV 車が重要になっている中でその波に乗り遅れているというものでした。日本の大手自動車メーカー6社は2021年にアメリカの乗用車市場の約 40% を占めていましたが、2022年の第2四半期にはそのシェアが 34%、 第3四半期には 32% に低下したと指摘。そしてアメリカのゼネラルモーターズが2022年のアメリカ自動車販売でトヨタから首位の座を奪うこととなります。記事の中で、日本政府を含めて EV 化に向けての腰が重かった理由は、電気自動車はガソリン車より多くの部品を必要としないためと説明しました。これは EV 化を進めてしまうと、日本経済においてとても重要な産業の一つである自動車産業に大きな打撃を与えかねない背景があるとして伝えたのです。もう一つの理由として、2009年に日産が発売した世界初の量産 EV 車リーフや、同年に三菱自動車が投入した EV 車の販売が低調だったことを挙げています。EV 革命はすぐには起きないと判断した日本勢は、ハイブリッド車を重視する戦略を取ってきたと記事の中で紹介しています。そしてその結果、日本の車は世界から遅れを取り始めるのです。ブルームバーグインテリジェンスによると、販売台数ベースで世界トップの EV メーカーはアメリカのテスラ、そして中国の BYD、 ドイツのフォルクスワーゲンなどがテスラに続きます。日本のメーカーは上位20社には入っていませんでした。ブルームバーグのデータによると、2022年1月から9月に自動車全体の販売台数が前年同期比で約 4% 減少したのに対して、 EV 車の販売台数は約 80% 増加しました。 EV 車が世界的に人気になってきていることが分かりますね。これに対してブルームバーグ NEF のアナリスト、コリン・マッケラチャー氏は、EV が業界の大きな部分になりつつあるが、日本勢は今のところ遅れを取っていると発言。加えて、日本勢は現在周回遅れの状態だ、そのため世界の EV 化に追いつくことは容易ではないと話します。
スタートが遅れてしまっている日本勢は、ライバル社より先に EV のサプライヤーや顧客を知る機会を逃していると指摘しています。自動車やディーラーを格付けする iccars.com のエグゼクティブアナリストであるカール・ブライアー氏は、トヨタのようなリソースと能力を持ち、準備が整った時に EV を生産できるとしても、習得には時間がかかる。今それをやっている他のメーカーが先を行っていると発言。また、ブルームバーグ公式の X、旧 Twitter でも、日本がなぜ EV 化に遅れを取っているかなどを取り上げました。日本は確かに EV 化へのシフトチェンジには慎重な態度をとっていました。これは、充電するためのインフラ設備や車自体が高額なものになってしまうため、本当に車が必要な人たちが手にすることができなくなってしまうなど、さまざまな理由からです。すぐに車を EV 化するのではなく、ゆっくりと様子を見ながら慎重に進めていく必要があるとしていました。世界から EV 化を進めないことで批判されたトヨタも、完全電気自動車だけに照準を絞ることは望んでいないと発表。トヨタの代表取締役会長、豊田章男氏は、この多様化する世界で何が正解かわからない時代に、一つの選択肢だけで全ての人を満足させることは困難だ、と説明しています。そして、ハイブリッド車や水素燃料電池車についての開発を進めている状況です。日本の経済産業省は、2050年までのネットゼロエミッション達成で、水素が鍵を握ると考えています。そのため、トヨタによる水素燃料電池車の追求を支持しているのです。そういった背景が日本にはありましたが、ブルームバーグは日本の EV 化の遅れを少々バカにするような記事を掲載したのです。この記事に対して、読者からは異論が殺到しました。ハイブリッドは自動車の未来だ。EV は各メーカーが技術を保持するための新しいトレンドなだけ。日本人は賢い人たちだ。じっくり学んで、完璧なものを作り上げる。日本が間違っているかどうかは、未来が教えてくれるよ。日本はかなり現実的だから、車をすべて EV に切り替えるには資源が不十分で、リチウム代用品もまだ開発段階で、将来的に不透明であることをよく理解しているんだろう。そもそも多くの人にとって EV 車は高すぎる。ガソリン車と同じ価格帯にならないと買えないよ。など、日本に対して好意的な意見を持ってくれている様子。バカにするような記事が出ている中で、このような日本の背景を理解してくれているようなコメントが見られるのはとても嬉しいことですね。そして、このコメントに書かれていることが現実のこととなっていきます。EV 化へのシフトチェンジで世界から乗り遅れていると言われていた日本でしたが、2023年11月現在、少し状況が変わってきているのです。2008年に初めて車両が発売されて以降、快進撃を続けているアメリカ初の電気自動車ブランド、テスラですが、2022年の世界販売台数は4割増と好調でした。しかし、一方で日本では1割増と、2021年の3倍増から急落しており、日本においては好調だと言えない状況にあったのです。その理由をアメリカの巨大メディア、インサイダーが、テスラのことは忘れようと題した記事で発表します。なんだか驚きのタイトルですね。記事の中では日産が2022年から販売している EV 車であるサクラを紹介しています。サクラは補助金を利用すると安価で購入することができ、時速130キロまで出すことができる点などの特徴を掲載。日本において好調な売れ行きを見せているサクラのことをテスラなどのライバルを置き去りにしていると説明したのです。そしてこのサクラの存在こそが、今年初めて日本で価格引き下げを行ったテスラの挑戦をさらに難しいものにしていると伝えています。また日本の EV 化について批判的な記事を掲載していたブルームバーグもサクラについての記事を掲載。サクラは手の届きやすい価格と使いやすさで日本の消費者の心をつかんだ。サクラは EV 市場をつかむ新しい道筋を示唆していると説明したのです。なんだかブルームバーグは2023年の初めに言っていたことと全く違っていますね。日本が EV 化を始めても遅れは取り戻せないというようなことを言っていたにもかかわらず、たった数ヶ月で手のひら返しがすごいですね。ブルームバーグは続けて、
日本の EV 化の動きに関してのデータを発表。そのデータによると、昨年発売した日産のサクラ、共同開発の三菱自動車は EK クロス EV として発売は、2023年で最も日本で売れた EV 車としています。両モデルは2022年の日本カーオブザイヤーを共同受賞し、日本における EV 販売台数の約半分を占めています。自動車業界団体のデータによると、今年は現在までに 35,099 台が販売されたそうです。この状況についてサクラの担当、日産の近藤恵子チーフマーケティングマネージャーは、 KEV を販売したのは日々のニーズや道路事情に適していると考えたからだと話します。サクラはモーターのおかげで他の軽自動車を上回る加速とスピードを実現したことで、普通車に近い軽快な走りを実感できるのです。バッテリーの航続距離自体は約180キロと短いのですが、家庭用コンセントに接続することで一晩あればフル充電できる仕様となっています。家庭用のコンセントで充電できるのはすごいポイントですよね。神奈川県の藤沢市にある日産の営業担当のスタッフの方の話によると、多くの顧客は街中で用事を済ませるための2台目として購入していると話します。これは軽自動車は政府の補助金が出るため、実質約200万円程度という安価で購入できるので、手の届きやすい EV として人気が出ているようです。特に郊外や地方ではガソリンスタンドが減少傾向にあったり、ロシアのウクライナ侵攻によりガソリンも高騰していることが、家庭で簡単に充電できる EV の普及を後押ししています。手の届かない存在のように感じていた EV 車でしたが、とても身近なものに感じますよね。国内メーカーではスズキ、トヨタ自動車、その子会社のダイハツが2024年3月までに商用 KEV を投入し、ホンダも2024年に投入予定と、日本の EV 化が活性化され始めています。そしてこのサクラの人気は日本だけではなく、海外でも評判となっているのです。この記事を読んだ海外の人たちからの反応をご紹介します。本気で欲しい、子供たちの送り迎えで使いたいわ。日本人は判断を間違えたわけじゃなくて、電気自動車の欠点を熟知してたんだ。日本が正しいことをしたよ。インフラ設備だってイギリスは約10兆円が必要だ。なのにさくらは自宅で一晩寝たら充電できてるんだ。信じられないよ。富裕層をターゲットにしたメーカーは、消費者がどういう EV 車が欲しいかってところを見てない。日本は消費者目線に立って開発したから成功したんだ。最後に勝つのは日本、日本だけが正しかったんだよ。すごく褒めてくれていて嬉しいですね。コメントにあるように、サクラなどの KEV が日本で普及し始めたのは、日本の自動車メーカーが消費者目線に立って考えたためなのかもしれませんね。実際 EV 車の充電設備は大手ショッピングモールなどで見かけることは増えてきましたが、まだまだ足りていません。そのため EV 車を購入することを検討したとしても、やはりインフラ設備がネックになっていました。しかしサクラは自宅で充電ができ、さらに一晩でフル充電できるとなれば、気軽に購入することができますよね。また軽自動車で EV 車を売り出すという着眼点は、日本企業ならではなのかもしれませんね。ちょっとした買い物や送り迎えなど日常的に使用したい場合は、ガソリン車などを新たに購入するより KEV 車を購入した方がランニングコストが安く済みます。日本企業は EV 化に対して遅れを取っていたわけではなく、慎重に検討し、消費者にとってより良いものができるまで発売しなかっただけだったんです。満を持して発売した日本の EV 車が世界からも高評価を受け、今までバカにしたような発言を行っていた海外メディアを驚かせることができてすっきりしました。日産は2030年度までに19車種の EV 車を発売し、2028年までに全固体電離の採用も開始する計画です。日本の EV への快進撃は始まったばかり。これからが非常に楽しみですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。